こんにちはミニマリスト投資家のあきらです、えー、今回はですね、えーと、年末の大掃除に向けて、まあ、断捨離の方法についてちょっとご紹介したいなというふうに思います。はい、えっ、ー、とですね、えー、私は本業会社員をしておりまして、えーまあ、それ以外にもですね、まあ、ミニマリスト投資家として活動しています。でまあ、今日はちょっとミニマリストのお話なので、あんまり興味ない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、ポートフォリオの損益はこんな感じですね。はい、ということで、えー、今回ですね、えー まあ年末の大掃除に向けてまあ一気にきれいにしたいというお悩みをちょっと解決できればなというふうに思っています。で結論を言うとですね、断捨離をするいい機会です、年末の大掃除って。で、物を手放すコツっていうのはですね、私なりにも3つあるので、まあ、それをちょっとご紹介できればなと思っています。はい。で、今日の動画を通してできるようになることっていうのは、まあ、大掃除でいらないものを手放せると。 そして最終的には部屋もまあ心もすっきりするということをえ提供できればなと思っています。で、知っていていただきたいことですけれども、まあ、結論、ものはです、ね、そんなに必要ないと思っています。で、ものが多いとまず大変ですね。で、その大変な理由というのを3つご紹介したいと思っています。で、手放すコツっというのを3つありまして、1つは、兼用できるものは1つ手放すと。で、2つ目は、 1>, まあ1年で数回しか使わないものは正直なくて OK です。そして最後ですけれども、まあ、なくてもなんとかなるものっていうものは手放そうというところをご紹介できればなと思っています。はい、では最初ですけれどもも、まあ、物が多いと大変な理由っていうのは3つあって、まあ、大変な理由3つ最初に結論を言うとですねまず物が多いとまあ掃除が大変です。 なんでかっていうとあの、まあ、物があるからそこを掃除するとなるとまずどかさなきゃいけないですよね。例えば、うん、洗面所とかですかねあの洗面所の付近に例えば歯ブラシとか歯磨き粉洗顔これらを置きっぱなしにしてると、まあ、掃除しにくいんですよやっぱり。 まあ一方でそれをちゃんと普段からですねしまう場所を別に確保しておくと例えば顔を洗った時に水しぶきが飛びましたとその時に顔を洗ったふうあ顔を拭いたタオルでまあそのままちょっと拭いてしまうということができるんですけど、まあ、物が置いてあるとですねそれを拭くとなるとそれを全部一回どかさなきゃいけないんですよねなので結果的に掃除がしづらくなってまあ汚くなると。 で視覚情報って結構自分たちに影響を与えるものなので、まあ、視覚情報が汚れるというところですね。これが1つ目。そして2つ目場所ですね。まあ当たり前なんですけど、まあ、物が多いと場所を取られます。でえ結果的に、まあ、これどうなるかっていうと結構人って、えーまあ、増えることに関してはそんなに抵抗はないんですよ。なので結構物を買っていく で何か引っ越しとかっていう機会には、まあ、より大きい部屋大きい部屋ってなってしまって、えー、結果的にどんどんと家賃も高くなっていってしまうっていう傾向を私は感じていますなので、えー、もし物が減らせていればあの広くするっていう選択肢以外に狭くするっていう選択肢が取れるんですよねなのでそうなると、まあ、家賃も安くなるというところですで最後の心ですけども、まあ、これは2つを掛け合わせたものですけど まあ視覚情報が汚れる、まあ、汚れてるってなるとやっぱり、えー、何でしょう精神的に汚い、えー、汚いと言いますかきついっていうところがあります。で次家賃が高くなるとこれ経済的な負担になりますよね。だからあこういうところもあると、まあ、結構最終的に、まあ、しんどいんですよ物が多いと。なので、えー、物が多いと、まあ、結果的に大変だというものはあちょっとこれでご理解いただけたらなと思っています。 ではです、ね、早速物を手放すコツを3つご紹介したいと思いますがまず1つ兼用できるものは1つ手放すっていうのは非常におすすめですでですね、えーまあ、他のものが代替品として使えるってことですねで代用できるものの例をこちらに挙げましたけども、えー、まず私はパジャマというのを持ってないですなん、えー、でかっていうと、まあ、運動着が代用できるからですね、まあ、例えばジョギングとかあ なんか軽いジムとか行って運動する方は分かると思うんですけど、まあ、運動着を例えば夏場はそのままあパジャマ代わりにしますでえ冬ですけれども冬は冬でスウェットで、まあ、筋トレとかジョギング行くので、まあ、そのスウェットをパジャマにして使っていますでも夜お風呂とかシャワー浴びた時には運動着に着替えて、まあ、一晩寝ると。 で寝た後翌朝に大体私は運動をするので、まあ、その運動着のまま寝れてるからあ着替える必要もなくすぐに運動を始められるっていう感じです。なのでこうやって代用でででききるるもももののののっていいいいううは結構もう一つのものはいらないので手放すす。こととが思ま例えば炊飯器ですけど、まあ、これ持ってない方も結構最近増えてるみたいですけどあの鍋で十分炊けるので炊飯器いらないっていう人も結構います。 で僕も今は持ってるんですけどもうこれ10年以上前に買ったやつもう今14年目になったかなほんとそれぐらいなんですけど、まあ、壊れたら多分次買うことはないと思っていますで次バスタオルですねでこれフェイスタオルで十分拭けるっていう方も多いと思うのであのバスタオルを持ってないという人も結構いますでうちはあ私はバスタオル使うんですけどあのそれ以外の家族とかはあフェイスタオルで体を拭いています ちょっと私あの身長がかなり高いのでちょっとフェイスタオルでは <laughs> 全部拭けないですね。まあ高身長の方はちょっと厳しいと思いますけど、えー、180超えてるとか190それぐらいある方はちょっとバスタオルじゃないと十分に拭けないかもしれないですけど、まあ、平均身長とかもしくは低いという方は全然フェイスタオルで OK だと思います。で次ソファーですね。 でソファーもあの結構場所を取るので、えー、手放せる大きなメリットになるかなと思っています今はソファーっていうのは我が家はなくて、えーまあ、座椅子かビーズクッションで、えーまあ、ゆっくりするっていう感じですねで特に座椅子とかビーズクッションって、えー、移動できるので、まあ、掃除も楽だし広く見せることができるので結構おすすめですであとは、まあ、キッチン用品で結構見るとあって、えー、卵焼き用のフライパン これ別に絶対いるかというといいうらなんですよね。普通のフライパンで全然卵焼きが焼けるので全然問題ないです。で確かにあの四角い形っていうのは普通の丸いねフライパンでは難しいですけど、まあ、四角い卵焼きに形にこだわらなければ、まあ、別にいらないと思っています。まあ、あとは揚げ物用の鍋ですね。あのそれも普通のフライパンで全然揚げ物できるので決して必要と。 あ絶対いるかっていうと別に揚げ物用の鍋っていうのもいらないと思っています。はい、で次ですけども、まあ1年で数回しか使わないものは全然なくて OK ですね。もう結論場所を取るだけなので、えー、例えば、えー、トレンチコートとかこれ結構持ってる方で聞くのがあの今着ないと着れない季節に入っちゃうって言うんですよ。 まあ主に秋とか春に着ると思うんですけど、まあ、例えば秋から冬にかけて急に寒くなることが結構あるのであトレンチコート今年2回しか着なかったとかそういうの結構聞きます、まあ、あとはほとんど着なかった服とか、まあ、こういうものは全然手放すことは問題ないと思います、まあ、あとは来客用の大きなお皿とか箸、まあ、これは割り箸とかで全然問題ないですしでかき氷機もまあ食べる 食べなないかかったき氷ほんと、ね、たまに気晴らし程度に買うあ食べるっていう人も多いと思うのでそういう時にはもうかき氷機手放しちゃいます。まあ、あとはスパイス類ですかねあの、まあ、塩コショウとかはあの当たり前のように使うと思うんですけど、まあ、カレーパウダー、まあ、カレー粉とかパプリカパウダーとか。 まこういうのって結構料理好きの方は頻繁に使うかもしれませんけど、まあ、そうじゃない方はあんまり使わないと思うので、まあ、これを機に手放すのも全然 OK だと思います、まあ、あとキャリーバッグとか旅行バッグ、まあ、この辺りもですね思い切って大きいリュック1つを普段の兼用普段使いにも使えば、まあ、キャリーバッグとか旅行バッグはいらないですね、まあ、バックパッカーとして普通に使うことができるのでリュックさえ持っていれば キャリーバッグとか旅行専用のバッグっていうのを手放すのも一つありだと思います。で過去私が手放したものの中で、まあ、ゴルフ用品とスノーボーの板これですね、まあ、ゴルフはまあ仕事上ちょっとお付き合いでやっていたんですけど、まあ、持ってなくても別に仕事上にそんな問題があるかというとないので場所を取るし、まあ、土日はですね普通に家族とゆっくりしたいのでもう手放しました。で一回手放すともうあの何ですかね 心がすっきりしますあの付き合いでいくゴルフとかって、まあ、ゴルフだけじゃなくてテニスとか、まあ、何でもいいんですけど付き合いでやるっていうのは心の底から自分がやりたいと思ってやっているわけではないのであのどうしてもやっぱやるっていうのに抵抗があるしやらないっていうのも抵抗があるんですよね断りにくいとかただ手放すともう心もすっきりないからできないというふうになるのであの手放しました。で次スノボの板ですね まあスノボの板もあの、まあ、レンタルできるしよっぽど好きな人はね冬場毎週とか行くと思うんですけど、まあ、本当に趣味程度で一応持ってて、まあ、月1回ないし2回ぐらいちょっとやる,やるという方は手放すいい機会かなと思っています。はい、で最後ですねなななくててももんんとかなるるのって結構あるんですよでこれ僕が手放してきたものもしくはすぐ手放そうと思っているものですけど、まあ、例えばこたつですね。 こたつなくても全然寒くないです、まあ、場所によると思うんですけどこたつなくて全然過ごしたのでもう手放しちゃいましたでテレビも今あるテレビが壊れたら多分もう買うことはないかなと思ってますであと子供の勉強机ですね、まあ、最近勉強机っていうのを買わずにもうリビングで勉強するっていうご家庭も多いと思うんですけどそういう方はまあ勉強机を手放すのもありだと思いますであとタンスですね タンスも、えーっとまあ、僕ミニマリストとかになって服は各シーズン3つしかないですけど基本的にタンスっていうのは使ってないですもうクローゼットに置く分で普段今着ている、まあ、シーズン用の服とかであれば別にタンスではなくてもうかごにポンと置いとくだけですなのでタンスというものはなくても結構大丈夫です、まあ、あとはですね予備で複数持ってるものって結構あると思うんですよ 例えばあここに書いてありますけど結構菜箸とかお玉キッチン用品見ると結構多いと思います予備でなんか菜箸23セットあるとかお玉も2つあるとかもしくはヘラヘラとかも2 3個あるとかああいうのも一番古い傷んでるやつはもう手放すとかですね、えー、他にもう例えば例えばトイレの下に引くシートカーペットっていうんですかね ああいうのもなんか予備で 2, 個持ってもそもそもああいうトイレの足拭きマットトイレの足拭きマットっていうんですかトイレのマットとか浴室脱衣所とかに置くあの足拭きマットとかは正直なくても何とかなるのであのバフタオルと兼用とかでねそういうのもなくていいものは結構手放していますあとは自転車とかも全然ないというのもありかなと思っています まあ僕自身は自転車今持ってなくて、まあ、普通に過ごせているので、まあ、それもありかなと思っています。はい、ということでですね今日のまとめですけどもまず物が多いのは大変です。まあ、汚いしお金かかるし心削られるしで兼用できるものは、まあ、1つ手放すっていうのは全然ありだと思います。で1年でですね数回しか使わないものは全然なくて OK なので手放すいい機会だと思います。 で、ななくてててももとととかるるっいいいいうものは1回、ね、手放してみるといいと思います。特に安いもの、まあ、こたつを一気に手放すっていうのはちょっと抵抗感あると思うんですけど、まあ、さっき言ったお玉を一つ手放すとかもしくは足拭きマットを手放すとかっていうのは、まあ、そんなに数万円とかするものじゃないので一、まあ、回ちょっとやってみると物がすっきりすると思います。はい、ということでですね今日はあ、まあ、年末の大掃除に向けて、まあ、ちょっと自分なりの断捨離の方法っていうのをご紹介してみました。 あのこれからですね結構すっきり掃除をしていく方も多いと思うので、まあ、今日の動画がですね参考になれば嬉しい限りでございますはいということで今日もご視聴いただいてありがとうございました良、えー、い一日を